中心、南心、東心さん覚えたね、やっとちょっと学んだ賢いっす、すぐ覚えるっす。じゃあ、ね、さあさあさあ、はい、はい、何待ったりしてるいや、全然なんか行かねえなと思って勉強中、勉強中くつろいでましたけども、1回目、木島平終わって2回目、今日ですね、はい、どうなんですかって、もう逆にのもみんなに聞きたい。逆にどうなんですか。僕の周りちょっと評判良かったですけど、ね、本当チャンネル登録数もうだって、ね、あんまり上がんないと始まる前から70ぐらいだったのが、うん、今230、40ぐらい。今日最終回だじゃん。そうですね。もう200、まあ、200人しかいないんだぞ。俺たち悪くない、視聴者が悪い最初70人ぐらいだったんでしょ。じゃあ170人。俺なんでお前のファンどこ行ったの散らばってる、散らばってる200人しかいないって、もう最終回だぞ今日。やばいですね。やばいな、ね、まずいね。ちょっと SNS で告知するんで、ちょっと皆さん番組の登録、何 YouTube？ YouTube ですね、丸ごと長野。丸ごと長野の登録っていうんですか、はい、お願いしますよ、ね、お願いします。しないとちょっと番組続かない可能性あるからね。ということで、今日は第2回どこ行くんだよ。行ったのは分かんのかよ南美濃和村町よかった読めてよかった。南美濃和村へ行きたいと思いますしね。すっきゃな、それ自分ジョニーデップがねジョニーデップ出してから今回も現れたジョニーデップいや、鈴木正樹の練習してきたの。いや、もう一切やってない。してこいや、もうやる気さらさらないっす。いいから行くぞ、はい、出発、南美濃和村へ向けて出発。全然元気ねえよ。あんなにお前昨日テンション上がってたのに楽しみですって言ってたのに、お前全然元気ねえじゃねえかよ。元気っすよ。元気？あんまりもう無理せんとこうと思って、素で行こうかなと思って今まで素じゃなかった。俺はだいぶ素だったけど。あ、ほんますか。ちょっとやっぱ、うん、張り切っちゃった感じ。張り切っちゃったのは、あ、そういう感じか。素で行こう、やっぱり、はい、楽しくないと続かないから。そうっすよ。だからもう喋りたくない時も喋らんし。いやいや、喋る仕事せえよ仕事はしろや。でも結構さ、やっぱさ、1回目の週、うん、ロケから2回ぐらい放送したじゃん、はいはい、結構俺も周りの人に言われたよ。何ですか。いやいや、 YouTube 面白かったって、ね、ああ、やっぱりもうなんかお前との掛け合いがなんか面白いって結構言われた。あ、俺も言われた。いやさ、ドバスさんといい子みたいな。あとあと僕自分で見返してもやっぱ、あのちゃんと笑う。俺らさ、当事者がさ、俺もそうだけどさ、もう次にさ、これ右な、次に何が起こるかって分かってるじゃん、はいはい、もうだってあの放送を見せたらそれでも笑っちゃうっていうさ、はい、ちょっとにやけが染まる。そうそうそう俺寝る前とかさ、俺なんだったら 2,3 回見たからね。俺もそう。笑ってる場合じゃん。なんか一言ちょうだい。今から、丸ごと長野南美濃村出発します。おーい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。大事なこと忘れてるわ、カミカミだわ。よろしくお願いします。あ、ここまた。いや今でしょ。旅といえばなっていうか、お前が用意してこいよ、パイセンみたいな言っただろう前回。いやいや、経費で落ちるからもう。経費なんかねえわ。お前の経費じゃねえだろ。今日どうしようかな。スターバックスストロベリーフラペティーノ。スターバックスストロベリーフラペティーノポールサイズ、スターバックスラテのアイスのベンティー。いらないです。アメリカンワッフル3つ。なんで3つなんだよお前、はい、アメリカンワッフル俺が言う前にもう言いかけてましたよお前。いや、なんか食おうかなと食うたろうかなと思って。店員さんがどんなリアクション。絶対リアクションしませんって。鈴木正幸さんですかって言ったら、これで、あ、もうちょい太い声だね。これでありがとうございます。あ、大丈夫です。ちょっと恥ずかしかったでしょ。だいぶ恥ずかしいです。こんなんしたことないよ。はい、は
生きちゃったよ。ジェッジェレー、はい、ね、今日も私はストロベリーフラペチーノです。はい、おいちゃん、おはようございます。お前でかいよそれ。いや、しょうがない、体がだって4メーターあるんだから。誰が4メーター、サイズが違うから。俺初めて見たよ。いや、人の金やから一番でかいのかとは。社長、社長に言うぞ、社長に。いただきます。いただきます。膝が飲んだ、普通に見える。何はアメリカは丸ごと、あ、うま、長野、シンプル、素朴。入ってモテるわ、いいか。いいか、レッツゴー。イエイイエイ。仕事は慣れた？徐々に慣れてきました。お、何をやったらいいかとか、前はまではそのやることないことが多かったけど、うん、徐々にこう何をやるべきかってことは見えてきました。見えてはまだ見えてないですけど。与えられるようになって、これやってあれやって一丁前なこと言ってるじゃん。なんかまだ研修期間でし。近づいてきましたね。稲の町か、稲谷って言うんですかね。ああ、稲谷って言うんですか。そうだに。しょうもない。めっちゃ笑ってるやん。もうそういうの嫌いじゃないですか。おいで、左。すごいね、畑やっぱ多いね。これも全部お米かな。米だね。ねえ、米多いね。右側にさ、うん、ハウスあるんだよね。あります。人いねえかな。あ、いるかな。入れるか。しか。入れる。え、これ入れんの？昔取材させてもらったんですけど、すげえ、なんか見たくねえですか。ほら、先生、おじさん、いいですか、見せていただいても。北風電子、危ないから。危ないっす。2メーターオーバーっすか。2メーターなんですよ、元バスケです。すげえっす。すいません、お邪魔します。暑いっすけど。じゃーんと。うわ、すげえ、この季節にイチゴ、すげえ。夏と秋と取れるっていう。そうです、そうです、ね、6月から12月まで。すごい、見たことないの、この季節でも取れるんですね。そうなんですよ。もういいですか。はい、これでかいです。これいいですよ。もういいですか。これ、これいいですよね。ここでもいいです。これ取りますよ、じゃあ。はい、うぃー。これ、まんま食えるんですよね。食えます。ちょっと先っぽだけかじって、中見ると赤いです。うんめ、マジあんめ。うわー、うわー、うまい。なに、白いところが黄色いんですよ。うまっ、糖分が、ちょっと感動する美味しさなんだけど。夏いちごってもっと本当は酸っぱいんですよ。あ、で、あんまり生食に向かなくて、あの加工用に使うんですけど、ここはもう生食がメイン。めちゃくちゃ美味しい。このいちご、品種、お父さんが開発したんですよ。寝台にいる時に、あの研究室で開発した。なんていう名前なんですか。登録品種は寝台 BS8-9 って言って、うちはね、夢心地って名前でブランドして売ってるんですけど。かわいい。44のおっさんやぞ。もうめっちゃ食ってるやろ、さったく。やばい。大丈夫。やばいよ。止まらんもん。なあ。待ってください、写真出して。パイセンやぞ。しょうもねえなやつ。かわいい。きっしょ。でかいんだよ。娘に持って帰ってあげたいわ。過ぎだろ。いやいや。はい、チーズ。うまっ、俺食ってんだ。わあ、マジうめ。
信州ブレイブウォリアーズってバスケのチーム知ってます？知ってます。聞いたことあります？はい、こっちまで。そうなんですよ、僕らそこの選手だったんですよ。そうなんですか。はい、すげえ、すげえ。俺じゃねえ。俺じゃねえ。あの山形を取るけど。お、え、サッカーですか？僕サッカーです。はい、すごいっす。山形の元キャプテンです。ほんと、すげえ。ありがとうございます。わー、すいません、ありがとうございます。サイズはバラバラですけど。いいです。はい、ありがとうございます。うわ、すげえ色、はい、夢心地。はいっす、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、突然ありがとうございました。次どっかね、どこ行きますか。どこおすすめ。おすすめ、そこ今近いんでパン屋さん行って、パン屋ね、パン屋寄りましょう。じゃあやっぱり地元のパン屋さんってやっぱり大事じゃないですか。大事大事です、はいはい、結構レベル高いですよ。あ、本当ですか。安いし。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。でも美味しかったし。美味しかった。めちゃめちゃうまい。この時期にあんな美味しいイチゴを食べれるなんて思ってもなかった。スイーツおじさん感動ですよ。よかったですね。ないよ。何良かったですね。お前他人も、お前もめっちゃ食ってたやんけ。嬉しいですね。先生、めっちゃ来い。あと、いや、くそ。こんにちは。すいません、お邪魔します。邪魔します。買いすぎでしょ。いるのでしょうか。農家さん、農家さん、絶対飛ばしさんだこれ。突然事務所来てた。ごめんなさい。